君または、公は、大和政権のもとで行われた姓の一つ。もともとは、豪族の損傷で、主張の意味である。本来、君と、公は別のものであり、君の大部分は、中小豪族で、330余りの士族が数え上げられ、三輪君、犬神君など機内及びその周囲に多い。地方豪族にも授けられ、関東の、上付の君、下付の君、 九州の筑紫君や筑紫家君などが挙げられる。八世紀以降になると、えぞ、はやとの主張にも与えられたという。皇は、主として、沖永皇、田治彦、東馬皇など、王神天皇以後、あるいは、慶大天皇以降の皇族の皇裔と称する、皇進氏族に与えられた。大和政権の王が大王と称するようになると、君、皇は、姓として位置づけられるようになり、 大王は、その大なるものとして、豪族を超越するものへと発展していった。天武天皇13年10月に発色の姓が制定され、その日のうちに、皇子族は、最高位の麻痺とを指定されている。また11月には、君子族の一部が、新子族と共に、阿蘇に改正させられたが、君のまま据え置かれた者も,も多かったという。天平法治3年、君も、 厚生と表記するように定められた。ありがとうございます。